初代ストックトン伯爵、モーリス・ハロルド・マクミランは、イギリスの政治家、貴族。第二次世界大戦後、保守党内閣の国防大臣、外務大臣、財務大臣、首相を歴任した。1984年に、連合王国貴族ストックトン伯爵に助せられる。1894年2月10日に、ロンドンのチェルシーで誕生する。彼が生を受けたマクミラン家は、 出版社を代々経営する一家として有名である。イートン校、オックスフォード大学ベリオールカレッジを卒業し、第一次世界大戦には、クレナディアガーズに入隊して、陸軍隊員として従軍した。村部の戦いでは、至近距離から銃弾を受けて、重傷を負い、この傷は生涯彼の体に残った。そのため、彼には少し体を斜めにして歩く癖があり、 時々痛みに苦しむこともあった。1924年に庶民院議員として政界入りした。第二次チャーチル内閣で初めて住宅、地方自治大臣として閣僚入り指名声を博す。1954年には国防担当閣外大臣に就任。アンソニー・イーデン内閣では外務大臣に任命されるものの数ヶ月でポストを外され、 財務大臣に移動させられてしまう。これにより、次期首相の目はなくなったとまで言われたが、このおかげで、外務大臣として、スエズ危機の責任を負うことを免れている。1957年に、イーデン首相が、スエズ動乱で、イギリス軍の出兵が、国際的に非難を浴びて、隕石辞任する。後継者問題では、マクミランとラブバトラー外務大臣の二人が、有力だった。 しかし、バトラーは、長老議員の評判が悪かったこと、また、イーデン同様スウェーズ危機の責任も、マイナスとなったため、ソールズベリー教らの女王への推薦により、首相に就任した。キーウェストで会談するマクミランとケネディ外交面では、マクミランはイギリスが、大英帝国の夢を捨てて、商英国として、ヨーロッパの一員にふさわしい路線を模索した。 イギリスの欧州経済共同体加盟を策するも、シャルルド・ゴールに拒否され実現せず、結局1960年に欧州自由貿易連合を発足させた。また、スエズ危機で冷え込んだアメリカとの関係修復にも力を注ぎ、アイゼンハワー大統領とは、サッチャー・レーガン時代並みの親しい信仰を結んだ。マクミランは、第二次大戦中に北アフリカ総督代理を務めており、 ヨーロッパ戦線の最高司令官だったアイゼンハワーとは窮地の中で非常に馬があったという。さらにケネリ大統領とは親子ほど年齢が違う間ではあったが非常に緊密な関係を保った。1960年のアフリカ訪問時に有名な今や変革の風がこの大陸を吹き抜けているという内政面ではマクミランも戦後の保守党が取った。 市場経済と計画経済の混合した混合経済を施行して、イギリス国内の経済危機を乗り切ろうとし、1959年の総選挙で保守党を勝利に導いた。しかしその後は、インフレーションと失業率が更新し、確実にイギリス病が国内経済を蝕んでいったことは否めない。1962年7月13日、3分の1。 にあたる七人の閣僚を入れ替えて、保守党の不人気を挽回しようとした。しかし、1963年には、プロヒューモ事件など、相次ぐスキャンダルの責任を取って、総辞職した。1986年12月29日に、ウェストサセックス州、バーチグローブで死去した。92歳であった。ありがとうございます。